皆さんこんにちは、立花凛です。ただいまですね、初主演 V シネマ、潜入捜査官洗脳の監獄のイベントが終了いたしました。イエーイ。はい、いつもね、ソフマップさんでは私 DVD のグラビアの DVD のイベントさせてもらうんですけど、初めて V シネマのイベントということで、すごい新鮮なイベントでした。そしてね、今回もたくさんの方にイベントに来ていただいて、とても嬉しく思っております。こうやってね、 V シネマを出すことができて、お話し始めていただいた時は本当にすごく嬉しくて、ワクワクで胸が躍っていたんですけど、今回の現場でもすごく学ぶことが多くて、皆さんにもね、新たな私の一面を見ていただけるのではないかなと思った内容になっております。潜入捜査官ではですね、潜入捜査をする女の人の役なんですけど、結構ね、喜怒哀楽が描かれているドラマで、出演者の方とかも結構多かったりとかして、すごいいろんな方に協力していただいた作品になってますので、ぜひたくさんの方に見ていただけたら嬉しいなと思います。また私に会った際には、ぜひこうだったよっていう感想をね、言っていただけたらとても嬉しく思います。これからもグラビア活動ともに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。バイバーイ。